スタジオリバーサイド。どうも、こんにちは、竹下敦です。今日は父の命日でして、いろいろね、父親とか家族が死ぬと、いろんな手続きが待ってるわけです。でその中の一つとして、年金の未払い分を、請求できるっていう制度があるんですね。で、一度手続きをしたんですが、いつまでたっても振り込まれないんで、これはきちんとした方がいいなと思って、年金事務所の方に問い合わせをしたんですね。そうしましたところ、基礎年金番号というのがあるんですね。皆さんね、ご自分の基礎年金番号というのを多分きちっとメモに取ってらっしゃる方はいらっしゃらないと思うんですが、その上ね、家族の基礎年金番号というのをきちっと管理してる方っていうのはね、ほぼいないと思うんですよ。これ一つアドバイスなんですが、基礎年金番号というのがないと一切ね、受け付けてくれないんです。基礎年金番号というのは、日本年金機構が私たちに割り振ったものでありながら、すべて私たちの方の基礎年金番号を管理していないっていうことを責めてくるんですね。で、私たちはそんなに年金を受給するっていうことに対して、意識としてね、慣れてないじゃないですか。でもね、向こうのやっぱり職員の方っていうのはね、巧みにそこばっかりついてくるんですよ。基礎年金番号がないとお調べできません。で、私は、その手続きをしました。まだ支払いがされてないんですが、いかがなものですかとお話をしても、基礎年金番号がないと何も調べられませんの一点張りなんです。ですからね、ぜひこれからね、必ず親は死にますんで、基礎年金番号であるとか、住民票の取り方、戸籍謄本の取り方とか、そういった意外と大人になってできているようでできていないことっていうのはね、やっておくと、スムーズに物事が進むと思います。なんとなくね、父親の命日だったんで、そういったことをね、改めてきちっと、滞りなく済ませようと思ったんですが、やはり、年金事務所の方には勝てませんでした。皆さんね、やはりお葬式とかね、いろいろごちゃごちゃしている中で、そういったことっていうのは見落としがちなんですが、意外とそういった12桁になるのかな、そういった高々番号ですが、それがないがためにね、父親の供養に使ってあげたいお金がその時になかったりとか、そういったことが起こったりすると思うんで、ぜひ基礎年金番号、控えておくと、いろいろ面倒なことも起きなくてよろしいかと思います。それでは竹下敦でした。